はい、今回は、ロールブラシの使い方を、簡単にご説明していきたいと思います。まずベースとしては、ドライヤーの熱から髪の毛を守るために、最初に、こういうミストタイプブローローションをつけてから、やっていきます。つけます。でちょっと離してつけてあげると一気につけますので、内側にもしっかりついてください。あまり乾きすぎてる髪の毛でそのまま熱、ロールブラシやブラシを当ててもそんなに形もつきにくいので、そういう意味でもちょっと少し垂らす意味としても使っていきます。やっていきます。はい、では、右手にロールブラシ、左にドライヤーでやっていきます。髪の毛がボサボサだと口そのまま入れにくいので、一度少しちょっと溶かしておくのもいいかなと思います。ちょっと強くしていてください。やっていきます。ドライヤーが長い場合はちょっとここを持っていただいて、こういう感じですね。頭をちょっと下に向けてもらって、内側にブラシを入れてもらって、上からブラシを、ドライヤーを当てるような感じですね。これちょっと弱風でやってますけども、弱風でやってもいいですし、慣れてきたら強風でやっても大丈夫です。で毛先にちょっとカールをつけたいなっていう場合は、入れてもらって、先の方をちょっとこう内側にちょっと手首を返してやってあげるといいかなと思います。で冷えた時に形がつくので、すぐ抜かずにちょっとそのまま形を止めてもらって離すと、こういう風に口に入るので、ツヤ出すだけでもいいですし、形に入れるためにも、ロールブラシやりやすいので、ぜひやってみてください。はい、ロールブラシを使うと、こういう丸、自然な丸みとかも作りやすいので、最初ちょっと慣れが必要なんですけども、できるようになるとすごい、やりやすいので、ぜひやってみてください。はい、今回は 4cmTV をご覧いただきありがとうございました。よろしければ、グッドボタンを押してください。あとは運営の励みにもなりますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、4cmTV でした。またね。